ウクライナ国産の安価な軽量機が長距離ドローンに変身、ロシア領内への攻撃は続く。ウクライナ当局はロシアの戦略産業に対するこれまでで最も遠距離の攻撃の一つを実行するため、国産の超軽量スポーツ航空機を入手し、有人制御用の機器をロボット制御用の機器に換装し爆薬を詰め込んだ。そして2日、このドローンをウクライナとの国境から1000キロ以上離れたロシア西部エラブガにある経済特区まで飛行させ、敷地内の施設に突っ込ませた。緊急対応時の様子を撮影した映像から、このドローンがアエロプラクト A22 をベースにしたものであることが判明した。ウクライナのアエロプラクト社が手掛ける A22 は、後翼プロペラ1つ、座席2つの超軽量機だ。イランで設計された自爆型ドローン、シャヘドの組み立て工場を狙ったとされる今回の攻撃には、A22 の改造ドローンが2機投入された可能性がある。シャヘドの工場か付近の従業員寮を損傷させ、14人が負傷したと伝えられる。ウクライナが A22 を自爆型ドローンに改造できたという事実からは、このタイプのドローンによる攻撃が今回で終わりでないことが強く示唆される。シンプルで信憑性が高く、警戒心を抱かれにくい A22 は、ドローンへの改造に向いている。それと同じくらい重要なのは、A22 がウクライナ製であることと、1機9万ドル、約1360万円と手頃な価格であることだ。9万ドルというのは、ウクライナ軍の兵士が1日100発単位で発射している米国製の携行式対戦車ミサイル、ジャベリン1発よりも若干高い程度だ。それでいて A22 の改造ドローンは、おそらく数百キロの爆薬を積んで、ロシア領内を1000キロ飛行し、高い精度で目標に到達できる。A22 の改造ドローンは、必要に応じて生産を増やすこともできそうだ。ウクライナの調査分析グループであるコンフリクトインテリジェンスチーム CIT は、今回の攻撃を分析した上で、シャヘドの工場を狙った攻撃は今後も試みられるだろうと予想している。 A22 は中産階級のアマチュアパイロットが趣味で地元の空港上空周辺を遊覧飛行するために買うような飛行機だ。扱いやすく素晴らしい短距離性能を誇り、95ノット、時速約176キロ以上で巡航でき、荷物も合法的に十分積める丈夫な飛行機をお探しの方はぴったりの場所にいらっしゃいました。米国で A22 を取り扱うレイナーエアクラフト社はウェブサイトでそう謳い、価格が9万ドル未満という点も強調している。ウクライナが A22 をどのようにしてキラードローンに改造したのか、正確なところは不明だが、推測するのは難しくない。2019年、米空軍が1968年製の古い軽飛行機セスナ206の座席と操縦桿を取り外し、代わりにコンピューターで動かすサーボ制御機器一式を取り付けたことを思い出そう。軽飛行機改造ドローンは遅い巡航ミサイルのように使える。このシステムはパイロットがするのと同じように、操縦輪ヨークをつかみ、方向舵、ラダーやブレーキのペダルを押し込み、スロットルを動かし、適切なスイッチを入れ、ダッシュボードの計器類を読むと、米空軍の研究機関、空軍研究所 AFRL は説明している。このシステムはまた、GPS、全地球測位システムや管制計測装置などのセンサーを利用して、状況認識や情報収集も行う。コンピュータがこれらのデータを解析し、フライトを最適に制御する方法を決定するようになっていた。セスナやパイパーのような一般的な航空機を手早く、低コストで無人航空機に転換し、自律的な任務飛行をさせ、元の有人構成に戻せると想像してみてください、と AFRL の科学者であるアロクダスは語っている。これらすべてを航空機に恒久的な変更を加えずに実現できるのです。ウクライナの A22 改造ドローンの場合、
自律制御機器の取り外しが問題にならないのは明らかだ。このドローンはいわば低速の巡航ミサイルのようなものであり、基地に戻ってくることは想定されていない。そして巡航ミサイルとして使うには A-22 は実にお買い得だ。新しい制御機器や積載物の爆薬込みでも A-22 のドローンを1機作るのにかかる費用はせいぜい20万から30万ドル、約3000万から4500万円だろう。これは1発50万ドル、約7600万円ほどするウクライナ国産の巡航ミサイル、ネプチューンよりも安い。ウクライナが英国から供与された1発約300万ドル、約4億5000万円の巡航ミサイル、ストームシャドウと比べると格段に安価だ。おまけに A-22 の1000キロという航続距離は、ネプチューンやウクライナ軍で使われているバージョンのストームシャドウの射程の3倍以上となる。米中対立の新たな火種に、中国新スローガン、進出生産力が世界経済に悪影響と見るわけ。中国政府が最近打ち出した進出生産力という新しいスローガン、これが世界経済に悪影響を及ぼしかねないとアメリカが警戒しています。記者、今飛びましたね。人の輸送を想定した大型ドローンに。記者、無人で動いている車がありますね。中を見ると無人自動販売機ですね。飲み物が売っています。さらには中国語を複数の言語に同時翻訳する AI、 これらは中国政府が海外メディアに公開した最先端技術の数々です。強調されたのが、蓄電システムメーカー幹部、これが進出生産力の一部です。熱供給会社幹部、進出生産力の発展に焦点を当てます。最近中国政府が打ち出した新しいスローガン、進出生産力、 AI など最先端技術を生かし生産力を向上させようというもので、関連産業には今後20兆円とも言われる巨額の国費が投入されるとの観測もあります。進出生産力の模範と紹介された EV フォークリフトのメーカー、製造工程を自動化したことで生産力が向上、売上が伸びたと盛んにアピールしていました。 EV フォークリフトメーカー幹部、この EV 車をますます強化して市場シェアをますます広げていきたいです。ただこのスローガンのもと、中国政府が莫大な補助金を使って企業活動を後押しすることが世界経済に悪影響を及ぼしかねないとの懸念が高まっています。その理由は、政府の補助金をもらって作られた中国製品は価格が安くなります。これにより競争力が上がり、シェアを拡大させることができます。また政府の後押しによって、過剰なまでにたくさん生産されることになり、その結果次々と海外に輸出され、欧米や日本の競合メーカーがシェアを奪われる可能性が出てくるのです。メディアからは、進出生産力がもたらす過剰生産をめぐり質問が相次ぎました。記者、過剰生産をどう思いますか。 EV バッテリーメーカー幹部、 EV バッテリーが過剰生産というのは過大解釈です。記者、EV が過剰生産だとの指摘がありますが、地元政府経済開発特区担当者、 EV が国内で余っているとは思いません。過剰生産はありません。昨日から中国を訪れているアメリカのイエレン財務長官、今日は現地で事業を展開するアメリカや日本の企業などと面会しました。この後中国のカリッポー副首相と会い、過剰生産についても言及する見通しですが、中国側の反論も予想され、この問題が米中の新たな火種となる可能性もあります。ロシア軍歩兵戦闘車車内に自爆ドローンが侵入、開けっぱなしハッチから飛び込む衝撃映像が公開。車内へ一直線に突入するドローン。ウクライナ国防省は2024年3月、ロシア軍の BMP2 歩兵戦闘車を自爆ドローンで撃破したと発表。
BMP-2 の車内にドローンを突入させて撃破する映像を公開しました。映像ではドローンが BMP-2 の車体後部にある乗降ハッチから突入して自爆し、とてつもない大爆発が起きています。自爆ドローンは狙いを定めてから一直線に突入しており、ウクライナ軍のドローンオペレーターの高い技量がうかがえます。 BMP-2 の乗降ハッチは最初から開いたままで、周辺にロシア兵の姿も確認できないため、すでに放棄されていた車両のようです。ウクライナ軍は放棄車両がロシア軍に再利用されることを防ぐために攻撃を行ったとみられます。